この2003年の唐沢利明はです、ね、財前五郎になりきるというよりもこのフラットキャラクターとしての,あの財前五郎の狡猾な感じそれから自己中心的な感じそして嫌味な感じを極めてクールにそして抜群の演技力で表現していて嫌なやつ鼻持ちならないやつということを表現していたように思います。 だからこの花持ちならないという点にかけてはこの唐沢利明がナンバーワンですねそしてこの花持ちならないさを演じた唐沢利明のおかげでこの相手役の江口洋介がものすごい立って好感度もアップしてドラマが面白くなったという見事な対比になりましたさとしの東大の当たり役とと言えると思います一方2019年のテレビ朝日の版で岡田純一が表現していたのは傲慢さという部分ですね。